りなんですけど、はい、リーグワンでの目標を漢字一文字で書いていただけますか。はい、お願いします。はい、では発表お願いします。熱い、熱くって、はい、どういった目標ですか。そんなシートっていうのがあるんですけど、熱さっていうのをしっかり試合でも全選手が体現するという意味があります。古田選手、ご自身ではどんなプレーを見てほしいですか、ファンの方たちのテーマであるエキサイティングなラグビーをして、ファンの方々であったり、たくさんのサポーターの方々にワクワクドキドキさせるようなラグビーをしていきたいなと思っています。こんなヒートではどんな個性があるチームですか。どこからでもこのチャンスを作ったり、そこからトライまで持っていくというところが僕たちの、いいところだと思っているので、それをどんどん活かしていってやっていきたいなと思います。では最後にファンの方にメッセージをお願いします。はい、僕たちディビジョン2からのスタートにはなるんですけれども、しっかりと一戦一戦を勝ち切ってディビジョン1に昇格したいと思っています。ぜひ応援よろしくお願いします。期待してます。頑張ってください。ありがとうございました。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。